性植物のエパンマシロです。今回はウマ娘エルコンドルパサーを描きつつ、エパンが普段立体感について意識していることとか、考えをね、少し整理してみようかなと思います。エルは正直ね、色物枠なんじゃないかなとか思って育成してみたんだけど、思っていたよりもね、だいぶ湿度高かったわ。というかね、ギャップキャラだった。デザインとしては、なんかね、ザ・ウマ娘って感じのデザインだなってやっぱ思ってるんですけど、ほら、めんこみたいなのつけてるじゃないですか。ただね、これ調べてみたら、実際の競走馬はめんこつけてないという。どうやら、なんかね、名前由来っぽいですね。エルコンドルパサーの名前の由来が、コンドルは飛んでいくっていうペルー民謡。これで南米、メキシコ、ルチャリブレっていう。遠いな、だいぶ遠いな。ルチャリブレは南米のプロレスのことです。で、まあ、ギャップキャラでマスクを外すとしっとりしちゃう感じなんですけど、実際に競走馬も臆病な馬だったらしくて、ストーリーでも勇猛果敢なエルコンドルパサーを演じることに、まあ、焦点が当たっていると。で、描いてくイラストとしては、最初は素顔かなーと思ったんだけど、結構ね、供給が足りてるというか、他の人が描いてくれた紙絵で満足をできたので、レース後に勝利ポーズを決めている王道な感じでいきたいと思います。で、最初に言った立体感の話なんだけど、前に何かを書いた時に、なんか立体感があっていいですね、みたいに言ってもらえたことがあって、その時ね、思ったわけです。立体感ってなんだ？よくわかんないなと。なんだ立体感って。紙なのに、絵なのに、立体ってなんだ？なのでね、少し意識して、今回立体感の絵を描きつつ、立体感を感じるポイントって何なのかというのを紐解いていこうかなと。これでも、要約すると一言で終わる気がする。ズバリですね、立体の把握と奥行きの表現ですね。これに尽きるんじゃないかなと。絵って二次元だから、奥行きを表現してあげると、立体感が出ると思うんですよ。歩くと前に進むよレベルの当たり前のことを言っている気がする。でもね、これ意外とやろうとすると、結構難しいんですよね。あと、テクニカルなことは、ハマると沼るので、しっかり理解してざっくり使うくらいの姿勢で構えるくらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってます。構図と画角の話です。カメラでいうところの広角の方が奥行き、前後感って表現しやすいんですよね。これね、どういうことかというと、望遠で撮ると奥行きが圧縮されるっていうのは、なんとなくわかりますかね。よく人混みがぎゅうぎゅうに詰まって見えるみたいな写真。マスコミが混雑を情報操作するときに撮るやつですね。絵で言うとね、こんな感じ。なんか密集してるっぽいけど、実はこんぐらい離れてました。広角で撮ると、まあ、こんな感じです。なので、まあ、広角の方が望遠よりも前後感っていう表現はしやすい。これの原理とかについては、まあ、ちょいとね、話が長くなりそうなので、今回は割愛します。またね、機会があったら配信とかで話そうかな。で、そんな望遠レンズなんですが、まあ、人物単体にもすごい効いてきて、単体で撮るとこんな感じです。手前にあるものと奥にあるもののサイズがあんまり変わらないんですよね。顔に対しての手の大きさとか。最たるものは、広角投影法とか、アイソメトリックとか言われるようなもの、みたいになる。体の比率は合ってるから、まあ、割と描きやすいんですけど、奥行き感という意味では感じにくい平面的な絵になる印象です。まあ、平面的なのが悪いとかではないですからね。画角の特性の話です。こういう方がね、細かいところまで伝わりやすかったり、説明的な絵には優れているので、ゲームの立ち絵とかさ、VTuber の立ち絵は割とこっちのタイプかなと思います。逆に広角だと、こんな感じ。ちょっとやりすぎてるか。要するに、ま、手前のものは大きく、奥のものは小さくなる。なので、絵の中の大きさだけで言えば、手が顔よりも大きくなったりもするわけです。この効果っていうのは、被写体に奥行きがあればあるほど強調されるので、広角っぽい絵を描いていく上では、この特性をなるべく活かすために、前後感のあるポーズを取るということも、エヴァは大切にしています。前後感の強調なので、前後感のないポーズだと効果は薄い。こんな感じ。これが望遠。で、広角、望遠、広角。なんかあんま変わらない感じしないですか？横から見ると、こんなイメージですね。
ここの距離が短い。なので今回はやや俯瞰にすることでキャラの奥行きを稼げる構図にしてみました。今の書いてるやつを横から見るとこんな感じ。頭から足先までのキャラ全体の奥行きの距離が長い絵にしています。そうこうしてるうちにね、線画ができました。線画を描くときはこういうところに手前と奥の落差がある抜けを意識してあげると仕上げの時にね結構効いてきます。これね、前のあのマスク塗りの解説配信の時にも言ったかもしれない。難しくも楽しいところなんですけど、広角で描くときって、ま、手が顔より大きくなったりするから比率がね捉えづらいんですよね。このポーズを正面からパースをこうあんまり効かせないゲームタッチ絵っぽく描くとこんな感じじゃないですか。でも勉強し始めた頃ってこんな感じで人体の比率 を頭に入れるじゃないですか。そうするとやっぱバランスが良くなるので絵の中でもこの比率っていうのを守りたくなるんですけど、これをね一旦まるっと無視するみたいなことをする必要があります。まあ、無視じゃないか、まあ、実質的な比率にとらわれず3次元的に空間の中でそれを再現するみたいなイメージ。この絵だと二の腕とか左足のところとかに奥行きの圧縮を確認できるかなと思います。二の腕や左足などの奥行きが圧縮されているところは平面的になりがちなので断面の形や厚みを意識するようにしています。こんな感じですね。何やらね、小難しいことをいろいろ話したんですけど、こういう理屈に加えて絵としての強調と省略が加わるので、まあ、エヴァとしてはあんまり神経質に考える必要もないと思ってます。勇者構図でさ、パース狂ってるとかいうの野暮じゃないですか。あくまでまあ目的に対する手段の一つくらいの持っとく感じですかね。こういうのは自分に都合よく使うくらいがちょうどいいんじゃないかな。そしてここからは着彩です。構図によって奥行きを表現する下地ができたので着彩でそれを際立たせていきましょう。主にね仕上げの時に入れていくので塗りはまあガーッと飛ばしていきましょうか。配信では何回か説明しているかもしれないんですけど、エヴァが意識している上等手段としてはこの3つですね。近いものは濃く、遠いものは薄く。近いものは太く、遠いものは細く。近いもの見せたいものははっきり、遠いものはぼんやり。何のことだ。いずれもさっき話した抜けの部分に適応していくようなイメージですね。近いものは濃く、遠いものは薄くというのは空気遠近法の疑似表現という感じですかね。色彩遠近法っていうのもあるんですけど、髪の奥のところとかを淡くしていきます。これね、空間を感じる割と手軽な手法で割とまあ一般的かな。軽率にやりがち。今回はね、芝の反射光を拾っているイメージなのでちょっと緑目にしてみました。二つ目の近いものは太く、遠いものは細くというのは、まあ、漫画的な表現かな。線は影の仲間みたいなものなので、最初に言ったやつの親戚みたいなものかも。ただあんまり線を太くしていくと、イラストとしてはね、繊細さがちょっとなくなっちゃったりすることもあるので、エヴァはどちらかというと、奥まったところの線画を消していく方向で使うことが多いですね。例えばこのゴルシの髪とか、デジタルの髪とかも奥行きのあるところは線画をもう消しちゃうみたいなことです。近いもの見せたいものははっきり、遠いものはもんやりというのは、まあ、これはピントの疑似表現、被写界深度とかも言いますが、これも奥行きの落差を作っておくとよく効きますね。実際は広角レンズって被写界深度が深いのでそんなにねボケ足はないんですけど、いいんですよ、絵なので。これをやると人は前後感を錯覚するよみたいな現象を強調省略しながらところどころこう付加してあげる感じですね。なんかこの手の話になると基準がカメラになるの何なんでしょうね。人の目の構造ってカメラと違うんですけどね。あとは光が当たってるとこの色を持ち上げたり発光表現やエフェクトを追加したら完成です。それでは完成したイラストを見ていきましょう。不屈不屈、勇猛果敢な勝利ポーズのエルコンドルパサーを描いてみました。顔を大きめに全身が入るように少し俯瞰気味な構図にしています。黄金世代随一のプロポーションということで出るとこも出ております。立体感がすごい。個人的にはマスク下の素顔のエルらしさをじんわり表現できたのがすごい気に入ってます。
ファーストから立体感ってまあ大事なんですけど、せっかく自由な絵なんだからあんまり技法とか理屈にとらわれすぎないようにしていきたいですね。ということで今回の動画は以上になります。それではまた次の動画で、バイバイ。知った上で無視するのが結構楽しい。